除細動は、不整脈に対しての治療の一つで、電気的な刺激や薬物等の外力によって異常な電気信号経路を遮断し、正常の電気信号経路への改善を促す方法。電気的除細動器寝室頻迫や寝室細動等の重篤な不整脈に対し行われる。その他にも、心房細動、心房阻動等にも施行される。また、 よく誤解されている場合が多いが心静止の場合には効果はなく適応はない。主に心室細動や無脈性心室頻迫が適応となる。心臓に通電することで脱分極や過分極を弱気し、細動や頻迫における異常な興奮波の旋回をすべて停止させ、新たな興奮旋回を生じさせないことで除細動内視カルディオバージョンに成功する。その後、 正常な興奮伝導が再開し、機械的な収縮が再開することを期待し、蘇生に導く。そのため、異常な興奮旋回が関与していない新生子や、興奮伝導があっても、機械的に収縮していない、無脈性電気活動に対しては、効果がなく、むしろ胸骨圧迫を中断することで、蘇生率の減少につながる。百九十九年に、ジュネーブ大学のプレボと、 バッテリーによって犬の寝室細動に電気的ショックを与えることで寝室細動が停止することが報告された。1947年にはケースウェスタンリザーブ大学のクロードベック教授によって人体へ初めて使用され現在のモデルの原型ができている。電気ショック波形が単層性よりもに相性の除細動器の方が1回で除細動される率が高いので 現在では2相性の販売が主流である。2相性は少ないエネルギーで除細動することができるとされている。従来の2相性の除細動では8から12ミリ秒の間生体に通電する。しかしながら近年ではムスペフの登場によりこれを利用したより短い通電による除細動方法が発明された。この方法は従来のように膜電位の充電による 脱分極、過分極を利用するものではなく、因果された後の数ナノ秒間のごく短い時間の変異電流に基づくものであり、原理が全く異なる。この方法は、従来よりも一桁小さいエネルギーで、より高い効果を、合併症を抑えつつ実現できるとして研究が行われ、2016年特許が出願されている。基本的に、抗不整脈薬のうちや、 IB 群や3群が使用される。主に以下が用いられる。ローエネルギーディファイブリレーションウィズナノセカンドパルスとエレクトリックフィールド。2017年8月8日閲覧。PCT-US2016-020504。ローエネルギーディファイブリレーションウィズナノセカンドパルスとエレクトリックフィールズ。パブリッシュド2016年9月9日。ありがとうございます。